かっこよすぎてしんどい美顔不変の山下智久平成のガツラブストーリーを石鹸で4月ドラマの夫婦キャラには調整変更も10月23日ナインティナインが MC を務める音楽バラエティ番組週刊内内ミュージックフジテレビ系では世代別思い出に残っているガツ主題歌特集という企画が放送された昭和世代 平成世代の2部門で同局の連ドラ看板枠である月ツ9ドラマベスト5を紹介する内容だったが平成世代の結果から山下智久39の存在感が改めて大中目されることとなったこの日内ナイ,ナイミュージックで紹介された平成世代が選んだ月曜9時ベスト5は以下の通り点1位ブザービート崖っぷちのヒーロー 09年7月期。点2、コード、ブルー、ドクターヘリ緊急救命、08年7月期のシーズン1。点3位、リッチマン、プアウーマン、12年7月期。点4位、プロポーズ大作戦、07年4月期。点5位、5級私に恋したお坊さん十15年10月期。ベスト5のうち、オグリシュン、41が主演の、 リッチマン以外の4本は、いずれも山下の出演作品だったのだ。石原さとみ三37主演の5級のみを相手役、それ以外の3本に山下は主演として出演していた。コード、ブルーは医療ドラマだが、残る、ブザー、ビート、プロポーズ大作戦5級の3本はラブストーリーのため、スタジオでないない、岡村隆史、 平成の月9に山 P ありというか、略、フェイスと、笑わない感じがラブストーリーにものすごく合うんですね、と感服。X も沸騰し、ほぼ山 P 特集。笑やっぱり平成の青春山下智久は間違いない。もう時代だよ山 P 時代、強すぎる。平成の月9に山 P あり、左これ最高の褒め言葉だし事実。 といった声が多く寄せられている。岡村さんの指摘にもあったように、俳優としての山下さんは、クールで美しくて、かっこいいとしか言いようはない顔が、とにかくラブストーリー映えする人ですよね。山下さんは2020年10月末にジャニーズ事務所、ゲンスマイルアップ、を離れて4年が経ち、もうアイドルとは呼べないような本格的な俳優、アーティスト活動をしていますが、 やはり彼を応援する中心は、山下さんがラブストーリー作品で活躍していた頃にファンになった方が多いのではないでしょうか。そして、山下さんのマネジメントサイドは、熱心に応援してくれるファンやファン層への気配りが徹底している、と言われています。今年4月クールに放送された主演ドラマ、ブルーモーメント、フジテレビ系では、 そうした影響があって、ドラマの内容に調整が入った、という話がささやかれましたね。民放キー局関係者。山下にとって5年ぶりの民放ドラマでもあった、ブルーモーメントは、漫画家、小沢な氏の作品で、気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎氏が監修を務める漫画、ブルーモーメントブルーモーメント角川が原作の作品。 原作の主人公は、妻と息子を災害で亡くした旦だが、ドラマでは山下が演じるにあたり婚約者を災害で亡くした男に変更されていた。